前は1987で買ったから。あ、そうホワイトセーブ。ああ、カモン、3、2、1。シンジです。リオです。シンタロです。あ、メタルフードにようこそ。せい、今回は2回目のドクターシンタロの番です。イエーイ。さあ、2回目のドクター覚えてます、はい、もう映してない映してない映してない、やべえ、映してない映してない、大丈夫ですか。じゃあ、どうぞ。じゃあ、今回は実はダン、あ、ジョン・サイクさんのフィル・ライネットプリズ・ドント・リーブ・ミー、はい、シングルですね。シングルで、ね、初のメタルルーム初のシングル紹介です。シングル紹介、まあ、その価値は15分にありますね。ありますね。うん、やっぱジョン・サイクス作曲能力高いんですよね、はい、そもそもが、うんうん、で、まあ、ちょっとあのカバデールとも結果になりましたけど、うん、なってますね。サーベンスアルバスは俺が作ったんだと、うん、ジョン・サイクスは言ってますよ ね、まあ、僕も、まあ、以前1987のサーベンスアルバスここで語りましたけど、うん、同じ意見です、はい、あのアルバムはジョン・サイクスのもんですよ、うん、で断言します。エイドリアン・バンデンバグではないわけね。ジョン・サイクス関係ないから、 TV に弾いてるだけですその後、うん、カバデルああいうアルバム作ってないですかね。ああいう曲作ってないですからね、うん、実際問題本当ですよね、うん、もう自信ありげなジャケットですよね。もう自信ありげ、左斜め45度から俺を見ろ的な、俺を見ろ的な、俺を見ろ的な、まあやっぱあのね、貴公子って言われてますから、ね、貴公子ですよね。まあ実際そんな雰囲気出てますよね。出てますね。結構こうなんかフリルついたなんかシャツとか着てやってファッション的なことはね、やっぱこう両方で聞いた方がいいと思います。それは、それは昔の気候でそれはダサい。まあウィンナーのね、あれの方がかっこいいから、あ、タイ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 、もう帰りにかっこいいから。まあでもね、あれですよね、ジョン・サイクスはやっぱこうタイガース・パンターンとか、うん、でその後やっぱこのフィル・リノットと組んで、シンディジーで、うん、まあ一旦のブレイクをして、うん、そして、まあ、これがこれもあるわけですよね。これ、うん、そうなんですよね。これは本当にあれですよね、名曲で、うん、で、あの何でしたっけ、誰がカバーしたんでしょう、あのプリティメイズ、デンマークの、そうですね。やっぱ僕らもね、同世代としてプリティメイズが実際この曲を自分にとって教えてくれました、ね。そうですね。きっかけはね。うん。あ、確かあのアルバムが、うん、シンディケートのプリティメイズの、うん、プリズムリーブミーがその年のバーンのベストチューンになっちゃったんですよ。あ、確か。なるほどね。オリジナルじゃないんですけど。あ、さすが。そう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 。すべてのうちはバーンです。バーン。確かにうまいカバーだったんですよね。すごい良かった。うん。かなりこう、かなりこうね、力入ったプリズンドリーミーなんでね。そうそう。でも結構ソロとか完コピでね。うん、あのギターの出だしが結構溜めるんだよね。あのプリティメイズの方がね。そう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 。って言ってたよね。そう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 。そうそうそう。いや、まあ作曲能力も高いし、うん、ギターも上手いし、うん、僕結構歌も好きなんですよね。ジョン・サイクスも大好きですね。うん。うん、渋いというか、うん、ブルージーなんで、ね、ちゃんとまあ、ブルーマーダーもやりましたけども、うん、まあ、今となってもソロでね、まあ、ライブ時折やってますけども、うん、その時に堂々とね、うん、1987のステレオ・オブ・ザ・ナイトとか、うん、やるんですよ、ちゃんと。うん、あと何やってたかな、ヒア・ゲロ・ワ・ゲームのね、はやんないかな、でもチルドレン・オブ・ザ・ナイト、チルドレン、やっぱちゃんとやるんですよね。うん、そこはね、やっぱ彼も俺の曲だこの野郎と、うん、思ってたのかなと、自負が、うん、ね、ただ残念ながらあのジョン・サイクスはなかなかそういうそのメジャーフィールドになんか恵まれてないなっていうか、うん、確かにもったいないとこで、うん、だから今も何やってるか分かんないですもんね。確かに、うん、今のジョン・サイクスはね、ジョン・サイクス何やってるのかな、思い切ってね、自分の希望はね、もう思い切ってもうデビカバと握手してもらって、うん、もうね、1987からね、もう今何年ですか、来年で25年ですよ、うん、よく今何周年とかやるじゃないですか、うん、ホワイトセーク1987 25周年記念リユニオンとかやってほしいですよ、うん、ああいいですね。申し訳ないけどホワイトセークの話一緒になっちゃいますけど、ダグ・アラドリッジはね、あのプレイヤーとしてはいいんですけど、ホワイトセークの中でソングライターとしてはね絶対フィットしないから、うん、申し訳ないけどそこに一回置いといて、ジョン・サイクス戻ってこいと、うん、本当にそれやりたいんですけど、多分ホワイトスニークの歴史の中で言えば異論はありますけど、その2人のコンビが、まあ、
一番やっぱり、うん、あのアピールするっていうか、うん、そういうとこあるような気もしますね。だからその元々は日本ではあの僕ら行ってないかもしれない、行ってないですけどね、その西武球場のね、うん、スーパーロック、ね、1985、4、ね、それで来てね、プレーしてるわけですよ、うん、デビューカバーとね、YouTube で結構見ればね、うん、ありますけど、うん、そのね、シーンを本当は見たいんですけどね。あでね、自分の夢はね、デビッド・カバーデールにね、プリーズ・ドリームを歌わす。合うのかな、合うのかな。ねえ、そう。でもどうですか、両人だって、ジョン・サイクス。ね、ちょうどやっぱジェイク派ですからね、うん、この同時期ね。そうそうそう、まあ、このエピソード以前も出てますけどね。まあブルーマーラー当時はジョン・サイクスの方がやっぱり評価高くて、うん、そうですね、俺はもうジェイク応援したから、うんうん、で当時 の, あのビッグあの要するにいろんな有名人が集まったバンドって言ったらブルーマーラーと、うん、そのミスタービッグ、ミスタービッグとバッドランズ、あとちょっと外れてビビアンのリバードックス、あこれもなかなか味わい深いリバービビアンのリバードックスはなかなか味わい深いリバードだったんだけど、うん、こっちの方がすごいすごいいいって言われて、僕ねこのブルーマーダーをね、うん、聞いてね、俺はこれちょっとダメだったんだよね、うん、だけどあのサーベンサルバス好きだし、うん、この曲もだってあれだもんね、プリティメイズのカバーですけど、よく逆だったそうそうベストチューンでしょ、年間ベストチューン、年間ベストチューン、うん、すごいね、うん、そうやっぱね、そう、あとはどうですか、そのドクター慎太郎にとってのやっぱこうジョン・サイクス、今回やっぱ、ね、この曲もそうだけど、やっぱジョン・サイクスがね、テーマかなって、うん、ジョン・サイクス、ブルーマーダーのファーストは、うん、全体のトータルのイメージはすごくいいし、うん、ギタープレイもいいと思うんですけど、うん、確かに、ね、突き抜けた歌曲がなくて、うん、このアルバムはこの曲っていうのがないんですよね、こっちのことですね、こっちの、うん、あだからセカンドの Nothing But Trouble の1曲目、うん、これ猫持ってるの、猫持ってるんだ、猫持ってるんだ、あれ動物愛護協会大丈夫だったか、いやなんかよくわからない確かに尻尾持ってるんですよ、ああ危ない、ガキがね、ガキがその1曲目の We All Fall Down、 それはかなりかっこいい、あれ今でもやっぱライブのね、うん、やっぱこう一つの山場のチューブですね、山場のチューブ、うん、まあ、その1曲だけなんですけど、だけどその1曲は本当にかっこいい、あなんかね、なんかジョン・サイクスを救えキャンペーンをしたいですよ、僕は。ああ、いいですね、うん、いいですね、ある種、不遇の人だよね、不遇、不遇、うん、なんかタイミング悪いっていうかね、そう、本当に好きな人多いはずなのに、なんでこう、コマーシャル性がないのかっていう、だからあれじゃないの、デイビッド・カバーデールとまた組ませるよりは、うん、カルスワンと組ませたほうがもっとダメだろ、どこから来たんだろ、いや、不遇、不遇と言えば、不遇、うん、うん、まあ、なかなかね、これがまたハードロックヘビーメタルの奥の深さですね、そうですね。まあでもジョン・サイクスに幸あれと、そう、うん、そうね、それはもうね、うん、本当にね、だって今何やってるか分かんないですもん、うん、いやでもさっきだって自分のソロでセロブザナイツを歌ってるからすごい前ですよ、それすごい前だなもうすごい前で、もう数年以上前ですよ、あ、そう、うん、でね、日本でやったライブがライブ1になったりするんですよ、バッドボーイライブでもインジャパン、うん、他でライブやってないかこいつは、うん、ね、だったら思い切って日本に来いよと、うん、で、日本語を覚えてマーティ・フレードマンとタメ・ハレとかいや、それ想像できないな、できないな飛行士だからね、飛行士だからね、頑固そうだからね、頑固そうだからでもね、やっぱジョン・サイクスファンとしてはね、うん、やっぱジョン・サイクス、セーブ・ジョン・サイクス、うん、頑張ろう、ジョン・サイクスみたいなね、フェイスブックにセーブ・ジョン・サイクスマリのプレイ・フォー・ジョン・サイクス、プレイ・フォー・ジョン・サイクス、怒られたな、奥闇に近いです、奥闇に近い、亡くなったみたいそんなね、あの日本全国ジョン・サイクスファンの代表として、はい、そうね、うん、じゃ あ, あのドクター・シンタローに一つ、はい、曲をね、うん、ジョン・サイクスおよびプリーズ・オブ・リーミーを恒例の締めでお願いします、ジョン・サイクス、ブリティッシュ・ハードロックの裏番長、裏番長いいね、表ではカバデール、ね、表ではカバデールカバデールが本当だそうだよね、2人ともブリティッシュだもんね、ブリティッシュ、じゃあジョン・サイクスに幸あるということで、ブリッシュ、ロックのブリッシュ・ハードロックの裏番長ジョン・サイクスに乾杯、乾杯、あ、メタルルームでした、プレイフォージョン・サイクス、プレイフォージョン・サイクス、プレイフォージョン・サイクス